スタートしました。綺麗なスタートを切りました。未来優勝 2013JRA 認定競争、重賞第33回若駒賞は森岡市長杯です。先行争いですが、まずは平泉ナンバーか、うち1番のライズライン行きました。ライズライン。そしてその外につけましたラブバレット2番手のポジションです。内を進んで3番シグラップロードが3番手となりました。その後ろですが、外に並んで平泉ナンバー、あるいは5番のランテク7中段位置で向こう上面に出てまいります。 先手を取ったのは1番のライズラインリード1馬身。11番ラブバレット2番手。2馬身半切れまして3番シグラップロード3番手。残り1000メーター通過。外に並んで平泉ナンバーです。あと1馬身半差で5番のランデック7。外並んでおりますのは10番のステージアートです。さらに体半分差で9番渡りキング王。直後には7番のヒダルゴです。さらに7番のバラライカ追走800通過。大きく遅れまして4番の藤野芝桜です。第3コーナーカーブにこれから入ります。先頭ライズラインリード1馬身半から2馬身と広がりました。 2番手にラブバレット。残り600の標識通過。2番身差で3番シグラップロード3、4コーナー中間地点。あとは大きく間が空いてまいりました。 先頭はライズラインでリード一馬審。二番手11番のラブバレット。差を詰めてきた。その後ろ二馬審差3番シグラップロード400を通過。後続性が今通過していきました。さあ3頭の毛羽となっている4コーナーから直線コース。一番のライズライン、ライズライン。外からラブバレット。外からラブバレット。三番手シグラップロード200の標識を通過。ライズラインが粘る。ライズラインが粘る。懸命に追いかけるラブバレット。懸命に追いかけるラブバレット。しかし差が詰まらない、詰まらない。先頭はライズライン。二番手ラブバレット。 ライズラインゴが逃げ切りがち2番手11番ラブバレット3番手3番シグラップロードあとは大きく離れて10番のステージアート以下続きましたライズラインが逃げ切りました2番手11番ラブバレット3番手3番シグラップロードあとは10番のステージアート入選